こんにちは、賃貸山崎です。本日は、最大 JP から、徒歩圏内にございますグランソレイユ、単身シェアアパートのご紹介をさせていただきます。はい、こちらの物件はですね、2017年の8月上旬完成予定で、大変綺麗なお部屋となっております。はい、まずこちらですね、このお部屋のご紹介からさせていただきたいんですけれども、大変広々としておりまして、まあ、こういったところにですね、棚、まあ、デスクとしても使っていただけますし、まあ、このような形でパソコンなどをしていただいてもですし、本棚としても使っていただいてもいいような収納スペースというかございます。またこちらの方からバルコニーの方に出ていただけるんですけれども、はい、こちらでお洗濯物やお布団など十分に干していただけるスペースも確保されております。はい、また、こちらの物件はですね、すべて窓ガラス、エアガラスになっております。はい、またエアコンですね、1台設備としてついておりまして、また照明器具等もすべて設備としてついております。はい、続きましてこちらですね、2階部分のお部屋になりますので、こちら階段を降りていただいて、玄関スペースとシューズボックスがあるような形となっております。はい、キッチンスペースなんですけれども、こちらですね、広めのキッチンとなっておりまして、ガスコンロや調理台ですね、シンク、大変広々としております。またこのように、収納面もかなり充実しておりまして、まあ、お鍋だけでなく食器なども収納していただけるようなキッチンスペースとなっております。また、キッチンの反対側にも十分スペース確保されておりますので、冷凍庫や、食器棚ですね、置いていただけるスペース十分ございます。また操作しやすい位置に、給湯器のリモコンもございます。はい、奥参りますとこちらにお手洗いの方がございまして、ウォシュレットタイプの、お手洗いとなっております。まあ、トイレットペーパーの替えなどを入れていただく、収納もございます。また廊下部分にこのように、収納がございまして、こちらの方で季節物などを収納していただけるような、収納スペースとなっております。はい、こちらですね、水回りなんですけれども、まず入っていただいてすぐにですね、こちらですね、独立洗面台、シャンプー、ドレッサーもちろんついております。その奥参りますと、室内洗濯機置き場で、この上に、そうですね、ハンガーパイプついてますし、こちらの方に、洗剤などを置いていただくようなスペースもございます。はい、さらに奥に参りますとバスルームとなっておりまして、こちら、上の方には浴室乾燥機や換気窓もございます。また嬉しい機能としては、追い炊き機能や、自動湯張り機能もついております。はい、最後にもう一部屋ご紹介させていただきます。はい、こちら洋室約5畳ほどでしょうか、ございまして、こちら寝室としてご利用いただくのがいいかなと思います。またこのようにオープンクローゼットとして、まあ、ハンガーパイプ、衣類など収納していただけますし、上の方棚になってますので、こちらの方で、まあ、季節物の衣類であったりとか、いろいろな形で収納していただけるようになっております。またこちらですね、こちら開けていただいて、このように、網戸を閉めていただくと、まあ、虫などもね、夏は開けていただいて換気していただくこともできますので、虫なども入ってこないようになっております。はい、設備盛りだくさんの物件でした。はい、詳しい内容は弊社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。